はい、どうもどうも、カジマです。今日はこちら星のカービィスターライズやっていきましょう。さあ、結構進みましたね。ではまずやることはメンバーの入れ替えです。せっかくなのでね、毎回メンバー変えていきたいなと思ってます。それではこの剣に刺さったハート、よくわからんけどこのアイテムを使いましょう。はい、さあ誰になるか。あ、私が止めるんだったね。じゃあこの子で。誰？おお、リック&カイン&クー。じゃあデデデと入れ替えましょう。かわいい、おいで、ハムスターちゃん、おいで。まあ、どれがわからんけど、多分リックだな。今のメンバーいつだったっけな。いつの作品だ。漫画で見たことある気がするけど。じゃあ今日やるマップはネキッドナチュレっていうマップからやっていきましょう。今マルクっていうね、子もねいるけど、その子も変えます。さあ始まりました。 BGM かっこいいな。行くぞ。え、骨？え、骨じゃね？怖い、怖いよ。え、3人、え、鳥になってる。クーだっけ。あ、なんか動きによって変わるんだ。いいね。お、バードだ。ほい。じゃあマルク、お疲れ。行くぜ。このメンバーで行きます。で、こうやると、あ、風になっちまった。炎になった。水になった。いろいろできるじゃん、すごいな。今日のゲスト今日のゲストなんだ、3種類の攻撃があるんだ。じゃあ適材適所っていうかね、その時に落ちて変えてもらえればいいので。今作最強キャラか、もしかして。え、何これ、顔になってる、怖っ。そしてナイフになって、あ、刺さった、一人な刺さった、うちのゲストが。え、忍者、忍者か。忍者使ったことないか、なってもいいけどね。今度忍者おったらなってみようかな。お、パズルのピース発見。へい、これは収集アイテムですね。お、落ちる。ちょ、そんなところでね、注意しちゃダメよ。上なんかあるでしょ、怪しいもん。ないんか、なんか登れそうな雰囲気だよね、ここ。登れないんだ。じゃあ次、さっさく行くぞ。みんな行くえ、ついてこい。カービィ軍隊行くぞ。お、ボス、お、2人いる。ほい、あれえ、火のところ落とした、もしかして。なるほどな。へいへい、おお、雑魚キャラいっぱい出てくるやん。何匹出てくんねん。え、何匹出てきた。お、来たボスが出てきた。はい、オッケー、さらにそっちだ。お、炎だ。炎なら私水ついてるから強いよ。で、ホットドッグ発見。だいぶ傷ついてる人をチューするよ。チュー、オッケーあ、バードはオルケいっか。で、あ、これは気をつけないかんところだ。行くよ。地面が壊れる前に行く必要がある。まあ私になればうまくいくけどね。え、忍者なる必要あるんだ。ちょっとなりたかったけんいいや。へい、なんかつけて。何になった、風？なんか日本刀みたいなの持ってんな。お、え、なんじゃその忍者の動き。ほ、あ、もうつけた。え、もしかしてここ突破できるってこと。そんなバカな。お、すげえ、壊した。え、強くね忍者強いな。で、そこどうやっていくんだろう。とりあえずこの鎖を壊せるんだ。なんじゃこの忍者すごいね。ソードより強いんじゃねえのじゃあ戻ります。ただいま。じゃあ進みましょう。早くて見えんかった。今見えた移動が早かったね。お、坂になってます。誰か上から転がってくるんじゃない。うわー、あなたか。でも普通に当たらんかったね、すげえ。お、早いな鳥。お、カッターがいる。え、火がついてるやつも一発じゃん。な、忍者強くね、すげえ。なんか勝手に手裏剣みたいの投げてんのか。これ下いける、あ、いけるわ。はい、なんか隠しあるでしょ。ほら、隠しルートがあった。これ何、宝箱あるくない。あ、違ったわ。じゃあここ行くよ。ん、なんだ。あー、壊せばいいの。なんか火ついてるじゃん、そっち左側。これ絶対熱いじゃん。で、こうすると
おお、熱いからそこ乗るなよ。オッケー、進め進め。あ、スイッチ発見。これでエクストラステージオープンしましたね。おまけルートみたいなもんかな。よっしゃと、さあ行きましょう。さてと、戻るか。ここかな、戻る場所と。じゃあ進みます。うーい、あ、一発で倒せんか。ストーンがいる。ストーンいるかな。倒しちゃったけども体力は問題なさそう。よし、当たるなよみんな。痛いぞ当たったら。よし、これなんか可愛いな、4人並んでいくっていうのが。で、上か。お、入った。赤でもなんか忍者強いから忍者のまま行くよ私。忍者強いよね。使いやすいかと言われるとちょっとトリッキーだから難しいけどさ。ういって、あ、忍者が落ちた。あぶねー。でもこれのすげえ手裏剣とか便利だからな。あ、ホットドッグゲッター。と、他にも上行くだけか。じゃあもうどんどん行っちゃおう。避けろ避けろ、敵なんだ、避けちまえ、倒す必要はない。ゴーゴーゴー。なんか隠しルートとかあった、もしかして。気づかんうちに。なんかありそうな雰囲気はあるよね、こっちとかね。こうやって行くとね、あったりするんじゃないの。なかったわ。はい、隠しルートなんてありませんでした。とゴール、行きます。ゴールゲームです。ひゅい、ここ、どう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 、いった、完璧じゃん。いいダンス。これダンス、あ、来た、増えたなるほど、飛ぶときと泳ぐときで変わるんだ。あー便利だな。はーい、次がそこに行く前にエクストラステージってやつがあるでしょ。ん、メタナイト、メタナイトっぽいのいるのかな、どうだろう。ではこのエクストラステージをクリアして次のマップ行きましょう。ここね、行きます。ん、風、おお、勝手に飛んでいくわえ、これこのままのメンバーでいいかな。まあ大丈夫かな。ん、よし、行けた。 なんか勝手に下に連れてかれた。これ風向き変わってるんだ。スイッチ全没した方がいいよね多分。うん、スイッチあった。あ、炎炎、ファイヤー頼む。ナイス。え、リック、ハムスター、あんた火吐けるんかいマジか、めっちゃ強いじゃん。へー、あ、やべ、失敗したかも今。あ、合ってた今、なんか失敗した気がしたんだけど。別のルートあったよね今。あれー、まあいいや。お、これさっき見たやつじゃん。あれ、この曲も聞いたことあるぞ。スーハミのやつで、いてギリギリ通れるかなと思ったけどダメだったよし、あぶね、あっち、ちょっと今かすったかもしれん。あー、忍者ね、攻撃当てづらいわすげえ変な風に飛んでいくからさこの螺旋みたいな感じの曲がり方ね、難しいな。あ、忍者取れっけた。じゃあ次別のやつ捕まえるか。誰かいる、コピーしたい。今何も食ってない、お腹減った。お、ファイヤーがいるじゃないか。あ、ファイヤーかぶるけどいっか。あっちゅあっちゅタイミングが下手くそすぎた。はい、行くよ、登っていくよ。はい、お腹減ってる人チューするよ。チューチュー、オッケーで上に行って、これは無理だ。で、敵がいるので、いて。よし、ファイアアタック。ファイアアタック。お、ラッキー、凍ってるところ発見。そして、知らない道も発見しました。いきますよ。ん？ん？多分、こういうことかな。これに炎をつける感じ？メラーがウィップにして、んで、ね、どうすんだこれ。多分こうして、もしかしてさ、こうすると取れるんだ。なるほどね、今下からやっとったら落ちたんだ鍵。へえ、よし取れた。
ほー、ちょっと頭使うところもありますね。はい、戻ってきました。まあ今の取れたってことはそろそろゴールかな。おまけステージだからね、早く終わるでしょう。よっしゃと。お、風が吹いてますな。へい、行くぞみんな。風に負けるな。あ、意外と負けないわ意外と風に負けないということが分かった。上、はい、上行きます。敵がいるぞ多分。おー、ワドルディ、どうもどうも。すげえ。おー、張り上がる、張り上がる。大丈夫みんな、張り当たってない？お、なるほどね、ボルドーとかいるんだね。張り当たらないようにしましょう当たってますね、何人か。お、真ん中飛ぶのは難しいね。ワドルディちゃん、どうもどうも。何鳥ちゃん、それ何？あー、今パズルのピース取れんかった。鳥ちゃんにメキ取れとった。よし、行くぞ。このステージはあれだな、風吹くのが多いな。よし、ちょっと、ウィスコ、お掃除のやつと忍者のやつがいるけど、まあスルーでいいかな。これ意外と使いやすいんだよね。まあヨーヨーとの違いがいまいち分かってないけど。いや、ボスっぽい。打剣か、打剣コピー能力取ったんだ。あ、川崎から倒そう。川崎やった。よく川崎倒すぜ。痛い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 。ちょ、22に分かるよ、22に。みんなどっち行く？あ、川崎やられてる。よし、川崎倒した。え？コック棒ある。よし、じゃあ私がコックになるので、あいつ食べようぜ。いて。おい、食え食え食え。あれ？あれ？失敗した？こういう失敗してるな。これ敵もね、飲み込むはずなんだけどね、敵飲み込めんかったわ。じゃあこいつ飲むわ。アーティスト、知らない能力なんだよね。いっぱい降ってきた。回復するぞ。あ、もうゴールじゃん。じゃあこのアーティストの状態、次の面行ってみようかな。もうみんなチュッチュするからなそんなにチュッチュしたいのかい。行くよ、終わるよ。へい。あ、これもあるんだ。ゴールゲーム、せーの、ほい。これも行ったんじゃない？あれ？さっきと同じタイミングでやったつもりだったけどダメだった。てん。はーい。では、次に進んでいきましょう。多分、メタナイトっぽいんだよな。セイントスクエアーズ。さあ、行きましょう。なんかボタン押す必要あるの？押したよー。階段になってますね。私今攻撃できないからな。お、なんか召喚した。これ何回でもできるんかな。ペイントの攻撃わかんない。1回しか攻撃できないと思ってたけど、どうなんだろう。お、なんかスプラトゥーンみたいな攻撃できるじゃん。いいね、強そう。よし、これでやってみよう。やっぱ使ったことないやつを使っていきたいね、どんどん。なんかおしゃれ、かわいいし、帽子いいね。ふい。よし、ボタン押してと。ああ、こうやってボタン押しながら進んでいくんだ。はい。じゃあ、登っていくぞ。なんかね、ボス戦の前で毎回登ってない？はい。お、ボムもいる。ここで味方をね、集めていくって感じかな。でも、まあまあまあ、いいでしょ、今のメンバーで今日は。ね、今までね、仲良くやってきたんだからね。このメンバーで行きたい。ゴーゴーゴー。ただ私の攻撃力が未知数なんだよな。なんか自分で回復アイテム出せるのはなんか便利だよな。ゴーゴーゴー。へい。あ、これはフレンド技。みんな来い。行くぞ。合体。へい。うおー。え、なんか違くね？丸くなって転がるんじゃないの？何よそれ。フレンズスター、知らないスター来た。あ、飛べ。え？どうやっていくの？攻撃できるんですね。なるほど。時間制限ある？なさそう。すげえ、シューティングゲームになっちゃった。上か。で、行って、あ、体力あるわ。左下、左下に体力あるんだね。でもスターに乗ってるからって言って、あれあれだね、なんか無敵ってわけじゃないんだね。お、カッターゲットした。カッターゲットするとあれなんだ。え？カッターゲットしちゃったんだけどさ、これあれ消えた？ペイント。ペイント消えちゃったっぽいな。よし、これで、このままでいけるんかな。
あ、このままだ。これいつまでなんだろう。え X、 えあ、ハイリアになれるの。え、なにそれ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。なるほどね。メンバーの力をうまく使っていく必要があるんだ。これまた新しいね。え、カバレット。カービィに変わったと。うん、カービィ変わった。あ、で、ここ鎖を切る必要があるってことね。このコピー能力持ってなかったらどうなったんだろうね。スメ。いて、あぶね。あ、あったゴール。そこだな。こっちかな。なんか上にもあったよね、今。あ、上は敵か。じゃあいいや。おー、落ちてきた、怖え。でもこれ連続でやっときゃいいんだ。で、アイスに交代して、これで進んでた。アイス便利だな。またシューティングゲームか。おお、あいつ強くね？コールし。攻撃範囲的にはどうなんだろう。お、なんか星がついてるぞ。こっちかルート。ああ、パズルのピースね。お、交代。確かこのハムスターもね、炎使えるんよ。おお、危ねえ。これあったんだ。なんか1ステージに1個あるキラキラなパズルピース。お、こっちか。どこが正解なんだ、道。なんかいっぱいありそうだよね、ルート。とりあえずここでいいかな。ん？ムービー？おお、お疲れ。ってことは、ボス戦だね。あ、私勝ったになってるわ、やっぱ。アーティストじゃなくて、勝ったになっちゃったな。あー、ファイヤーなるか。ほい。じゃあファイヤーなときまーす。へい。ん？メラインガバーナ。何それ、合体技？合体技あったんだ。炎と風で合体技だ。へえ、そうなんだ。電気の方がいいかな、被ってるし。電気にしよっか。外しちゃった。はい、はたげる。よし、ちゃった。電気ってプラズマだね。プラズマ好きなんだよね。よし、来た、ボス戦。いきますよ。あ、でもメタナイトっていうことはソードじゃない？ソードやだ。いらない。私ソード嫌い。ほい。ねえ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 。蹴った。蹴った。ソードで戦わなくてもいいんだ。怒ってない？怒ってない？大丈夫？ダッキーシャーン。こっちの方がかっこいいもん。プラズマ行くよ。ほら、ピカピカ光ってるし。ほら。強いでしょ？ほれ。ひで。背中から攻撃してるし。あ？あれ、メタナイトも操られてる？変なハートに。何それ、当てるよ、攻撃。当たんねえ。うわ、分身した。すげえ。それが本物？痛い。どれが本物？なんか何人かやられそうになってね。バードンやられそう。バードンやばいな。いて。え、やられた一人。助けて、どうやって助けんの？ X ボタンね。待って。そんな余裕ねえ。よし、復活。体力半分で復活できるんだ。え、何それ。攻撃当たるそれ。よし、避けろー。ほい。お、雷が落ちる感じ。ほい。当たってんのかな、こういう攻撃。刀刺さってるぞ、メタナイト。ちょっとダサいぞ。ちょっぴっとダサかったぞ、今の。おーおお、びっくりした。急に行くんだ。危ない、避けたー。やられても私は復活させてやるから、みんな。お、なんかすごいビームだ。私と張り合う。うれー。私の方ができず。うれー。チューイン。チューインで勝っちゃった。あ、やっぱハートあったわ。大丈夫ですか？大丈夫？メタナイト。あ、かわいい。消えちゃった。やっぱ見た目カービィと似てるな。
出てる。あ、メタナイトも仲間できるんじゃない？はい。そう、ハートありますけども、これまた逃げるんだろうな。カビ吸い込みな。それ食べていいよ。え？やっぱ逃げるね。え？なんだ？ん？お？え、何あれ？怖い。なん？これ一番初めに出てきたやつ？もうボス戦？最終ボス戦？向かうの？行くんだ。よし、行ってこい。さあ乗り込みました。しかし気持ち悪いな。気持ち悪いっていうのもあれか。あ、クリアした。続く。来たー、ドリームフレンズメタナイトが呼び出せますと。暗黒要塞邪魔春だ。メタナイトさえも狂わせる敵が待つは突如現れる暗黒要塞。何が狙いでこの地へ。カービィたちご一行は恐れもせずに いつものようにスルリッと突入しちゃいます。じゃあスルリッと行くぞ。暗黒要塞邪魔春だ。おお。じゃあここだけやってから終わりにしようかな。エイモンへの道。なんかボス戦ちょっぱな。2匹誰だろう。おお、いい曲だ。カービィの曲いいよね。ポップだけどかっこいいみたいな。ん？ちょっと待って、何それ。知らん。ネスパー。え、ネスパーって何。エスパー。なんかネスみたいな感じじゃん。え、ネスじゃん。ほい。え、攻撃の仕方がわからない。どうすんねん。これなんかできる。おお、何この技。ポルターガオブジェ。お、自分で動かせる。はい、くらえ。石今私自分で動かしたよ。え、味方じゃねえか今の石かと思ったら。味方を石にして動かせるんだ。あー、いつ使えるんだろうね。なんかあれだな、ステージのギミックをクリアするには必要そう。ただなんか何かしらの対決対戦系には向かない気がするなこれ。難しいよ。じゃあ進んでと。まあとりあえず進んでいけばいいかな。まあ特になんもなかったね。はい、行けまーす。このステージはなんかエスパー使いそうじゃない。あ、こうやって動かせるわ。あー、これ押しっぱなしでこう溜めてこうスティックで動かせる。カービィの顔かわいい、私にそっくり。遠距離系だ。遠距離戦だったらエスパー使いやすいかもしれない。え、どこ行った私。なんか走りながらだとまた攻撃の種類変わるな。ちょっと覚えんとダメだな。どういう風な攻撃ができるのか。爪、骨。ほら急に消えるんだよな。骨は多分能力ないよな。はい、そろそろ他のメンバーも疲れてる気がするからさ、変えてあげてもいいなと思ったんだけど、どうだろう。ん、これ、これ私そっち行けん。あ、ダメだ、いけない。え、なんかこれ電線あるな。電気がいるな。これエスパーじゃダメ。あ、いけるわ。よし、開くでしょ。オッケー。エスパーも電気あるってことだね。エネルギーってことで一緒になるんかな。次、やっぱこれでなっとってよかったね。なんかそのマップ初めてのコピー能力は基本コピーしとった方がいいかもしれないね。ステージ攻略に役立つわ。さあ次、マイクか。マイクがまあいいでしょう。攻撃が強い感じだやつだから多分ギミックには必要ないでしょうね。へい、ウィーン、登ります。おー、びっくりした。よっしゃよっしゃ。お、ケーキ食べる人、チューする人。はい。でさらにこれも登っていくのかな。ウィーン、下。おー、いっぱいあるやん。お、見つけた。こんなところになったのか。
全部クバさんと見つからんってなかなか大変だな。またスイッチだ。今回スイッチ多いな。おお、敵囲まれとるやないかーい。まあスルーしていこう。なんかあるね、光っとんね。よし、風のピースを見つけたし、敵もなんか味方が全部倒してるし、素晴らしい。これはボス前のあれですね。メンバーこれでいくか。大丈夫君たち、大丈夫かい。ヨヨとかもいるけど、他には、あ、エスパーだ。お揃いだね。私の方が強いんだ。お、クモもいるか。バード疲れてそうだな。あ、倒しちゃった。ハート投げようとしたら倒しちゃったな。まあいいか。では行くぞ、みんな気を引き締めて行くんだ、ゴー。さあどんな敵だい。でっかいハートがある、強そう。あ、逃げた。もう気持ち悪い、なんかお目目がやだ。あ、かわいい、キツネとタヌキだ。これかわいいな、ポンコンかわいい、ポンコンいいや。え、どうなってんだこれ。どっちか出てくる、こっち。ほら、あれ、あ、まだ攻撃食らってなくね。なんかこれね、あったな、カービィ他のシリーズでも。こういう系横から出てくるんでしょ。ちびっこもいるね。これエスパー当てづらくね。あ、当てた当てた。いた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 。なになになに、ん、私どこ行った。しちゃった。このチビちゃん倒せばいいのかな。体力少ない人いる、大丈夫そう。いて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 、へー、合体技、フレンズ技ってやれたぞ一人。フレンズ技強いな。よし、いけ。あー、届かなかった。これ何、なんか爆弾みたいなの落ちてんな。おー、タヌキが生き残ってんな。お、倒した。エスパー難しい。あ、あ、はたかんぼ。え、終わり。お、仲間にできるの。メロメロになってる。え、開けてくれた、ありがとう。一つ来る、君たちなかなか強かったからね、仲間にしてあげてもいいぞ。ポコーンって叩いてる。お腹一緒に踊る。あ、踊ってくれてる、ポンコン、ありがとう。はーい。結構ステージ数ありそうじゃないこれ。うん、ここも普通に倒せたね。それでは今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回続きからお会いしましょう。ならねー。いや、ポンコン可愛かったな。これ仲間にできなさそうですね。仲間にしたかったな。次回はメタナイトかな。